はあ、どうしましょう。しのぶさんどうしたんですか？むむー。あ、炭治郎くんにねずこさん。新しいお洋服を買いたいんですけど、どんなお洋服が似合うかわからなくて。確かにお洋服選びって困るときありますよね。むむー。そんなときは、あみだくじでお洋服を決めちゃいましょう。あみだくじで？はい、あみだくじのこっち側に俺たちがスタンバイ。そしてあみだくじの先にランダムにお洋服を置いておくんです。そうすることで悩まなくて済むでしょう。確かにあみだくじだと運命のお洋服って思っちゃうかもしれませんね。むむむ。ではお洋服あみだくじ早速スタート。どんなお洋服に巡り合えるのかな。ドキドキしちゃう。こっち行ってこっちに行ってと、あ、これがあみだくじでたどり着いた先にあったお洋服はこれだ。ちょっと長男の俺には可愛すぎるお洋服な気がするけど、着替えてみるよ。それどうかな。このお洋服似合ってるかな。新しいお洋服を着るのってなんだかワクワクしちゃう。炭治郎くん、可愛いお洋服に巡り合えてよかったですね。よし、次は私の番です。よいしょ、よいしょと、こっちに行って、こっちに行って、あ、私が阿弥陀くじでたどり着いた先にあったお洋服はこのお洋服です。ブルーのとても可愛らしいお洋服ですね。お着替えしてみますよ。それどうですか、このお洋服。ブルーのお洋服って着たことがないからとっても新鮮です。新しい季節に可愛いおしゃれ、素敵なお洋服に巡り合えてよかったです。むむ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 む。新しいお洋服にお着替えできてよかったね。動画を見てるみんなは誰のお洋服が一番似合ってると思ったかな。似合ってるなと思った人の名前をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。炭治郎のオレンジ色のお洋服似合ってると思ったらコメント欄に炭治郎って書いて教えてね。こういうお洋服初めて着たけど、なんだかとっても楽しい気分。しのぶさんのブルーのお洋服が似合ってると思ったらコメント欄にしのぶって書いて教えてね。お洋服ってイメージチェンジになって楽しいですよね。ねずこちゃんのお洋服が似合ってると思ったらコメント欄にねずこって書いて教えてね。ぬぬぬぬぬぬ。みんなもお洋服のコーディネート決まらないときはぜひあみだくじしてみてね。みんなのコメントお待ちしてるよ。この動画が面白いなと思ってくれたらグッドボタンを押してくれると嬉しいな。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画